セイは魔法使ったことないの？ないですね。生活魔法も？ええ。まあとりあえず今は作り方を見ててね。はい。はい、出来上がり。はあ。俺はまだ下級のものしか作れないんだけど。でも魔力を操作しないといけないんですよね。すごいですよ。そうかな。とにかくセイはまず魔力操作を学んだ方がいいね。手を出して。ん？俺の手からセイの手に魔力を流すから、まずはその流れを感じ取るんだ。それじゃ行くね。何かが体中を巡っている感じがします。そう、それが魔力。すごいね、セイは才能があるよ。いえ、柔道の教え方がうまいんですよ。よし、じゃあ早速作ってみようか、ポーション。早くないですか？大丈夫、失敗しても爆発するわけでもないし。爆発。さっき感じた流れを鍋の水に注ぐイメージ。そういえば魔力ってどれぐらい注げばいいのかしら。どうしよう、このままでいいのかな。どこまで。もういいよ、セイ。所長。